考え館の学習会を始めたいと思います。先ほど12時半から1時間新宿東口アルタ向かいで、リレートークをやってまいりました。今日はなんと音楽付きのダンスまで登場したという記念すべき日じゃないかと思いますが、自由を求めて立ち上がる女性たちのイメージで、これからダンスもいいんじゃないかと盛り上がりました。そして今日私たちの活動を聞いてくださって学習会に参加したいと言ってくださる方も今日一緒に、お話を聞かせていただきます。田中さんです。はい、どうもよろしくお願いします。今日はもともと予定しておりました代表の源さんが今ちょうど今の時刻お忙しいということで、事務局長の田中さんが今日のお話を1時間していただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。私一般社団法人聖母蓮の事務局長をしています田中と申します。よろしくお願いします。聖母蓮のちょっとじゃあ成り立ちの方からちょっと説明させていただきたいと思いますけれども、代表は源秀盛が務めてます。で、源は、もう22年ですけども、歌舞伎町 の大久保公園の後ろ側で、日本駆け込み寺というところの、活動をずっと続けています。で、駆け込み寺はもう本当に、いわゆるあらゆる問題、お手元にちょっとパンフレットを配布させていただきましたけれども、あらゆる問題の相談を、5万件以上ですね、乗ってきて解決してきたところでございます。で、じゃあなんで別団体のこの聖母蓮を立ち上げたかと言いますと、皆さんもご存知だと思うんですけども、大久保公園というのは売春地帯です。ずっとそうですね、歌舞伎町の売春地帯で、ちょうどコロナが収束したあたりぐらいですかね、緊急事態宣言が解除されたあたりから、いわゆる20代前後の女性たちが、売春をするのが増えてきたんですね。で、私たち目の前なんで、事務所はそれを毎日のように目をしていました。で、大体話を聞くと、私たちアウトリーチしてますんで、大体話を聞くと、ホストの売りかけで、お金を稼がなざるを得ない状況だということ。そしてその駆け込み寺の方にですね、いわゆる相談電話が増えてきた。その増えてきた内容っていうのは、いわゆる娘がどこを行ったかわからない、娘が風俗に行ってるようだ、娘のいない間に部屋を探したらホストの名刺がいっぱい出てきた、それからいわゆる青電って言いまして、その売りかけ伝票のことを青電って言うんですけどね、青い伝票、デザインが青なんで 青電って略すんですけども、そういうものがいっぱい出てきたと。つまり、そのホストにハマっている女性たちが増えてきて、いわゆる売りかけ、つまり借金ですね、後払いですね、それが払えなくなって風俗産業、性風俗産業についているっていう実態が急激に増えてきたんですね。で、源と私でその聖母蓮という新たな団体を作って、駆け込み寺の中に作って活動を始めたのが昨年の7月20日なんです。で、なんでその別団体にしたかというのは、駆け込み寺にもその若い、女性のスタッフもいますし、男性のスタッフもいます。つまり歌舞伎町のど真ん中で、歌舞伎町での経済を持たせているホストを追求することは非常に危険なんですね。これ後々説明しますけども、それだと何をされるかわからないから、おい田中と別団体作るときにこの2人で作ろうって作ったのが聖母蓮なんですね。で、聖母蓮の中で、特化して、いわゆる、最初は悪質ホスト問題に相談に特化して、相談を始めました。で、現時点でもう300件超えてます。もうだから立ち上げて8ヶ月ぐらいですかね。300件超えて、面談も、70件以上を超えてます。
で、まあ、どういう女性たち、まあ、ほとんどこの問題の異質なところっていうのは普通困った人が相談電話したりとか来るんですけども、当事者はほぼほぼ来ないですね、はい、8割以上は親御さんからの電話なんです。これが異質というか非常に違うケースなんですね、他の相談と。つまりそれだけ当事者の女性たちはこの問題が間違っている、なんかおかしいなって気づいてないということです。それはホストに完全にはめられている。で、そのホストはやっぱり色恋営業ですから、男と女の中になりますから、それを気持ちを押したり引いたりして女性をはめていく。で、性暴力としてはこれはもうカルト的処方と思ってるんですけども、まあ、皆さんもご存知のその宗教の問題ありましたね、まあ、それと同じような形になっているっていう状況が非常に相談に乗っていると分かってきた。で、もう一つの構造としてホストにはまる。で、まず1回目、まあ、今はね、初回無料なんです、歌舞伎町のホスト無料で、無料なんです、無料で飲めます。で、私たちが始めた当初は2、3000で初回飲めたんですね。で、2、3000で行くと、つまりそこから色恋営業が始まるんですね。そうすると2回目3万円、3回目30万円、で次300万円なんですよ、はい、いわゆるそのシャンパンタワーとかね、ああいうものではめていくというふうになる。で、そうしてくるとやっぱり多くの人たちは20代前後の子たちがこうはまっていくんですけども、はめられていくんですけど、30万人の人ですよ。300万人ましては絶対払えないんですよ。そうするとどうするかというと、やっぱり稼ぐお金っていうのは夜食、そして性風俗というふうになってますね。で、ホストが直接そういう仕事を紹介すると、いわゆる売買法でアウトになって、そこで出てくるのがお手元に配ったこの図を見ていただけると、非常にこの産業というのは完全にスキーム化されてまして、つまり真ん中にいる女性がですね、左側の、まあ、ホストクラブに通うことによって、お金が払えなくなってくる、つまり売りかけが払えなくなってくるという構図の中で、じゃあどうするのってホストが言った時に、いわゆるその下の人たち、三角形の逆三角形の頂点にいる、いわゆるスカウトとか半グレにつながるんですね、つなげるんですね。で、そのスカウトとか半グレがそのまま売春産業に、紹介するっていう構図が完全に出来上がってるんですね。で、元を戻すと、じゃあホストはどういうふうに女性をはめていくのかっていうのは、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、1回目、2回目、3回目、4回目を経ていくごとにどん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 こう売りかけが増えていくんですけども、あるホストの手法はまず親に会いに行くんですね。そうすると女性はもちろん好きで通ってますから、そうすると、あ、私のこと本当に考えてくれてると思っちゃうんですよ。で、ホストは簡単に結婚の約束しますし、婚姻届も書きます。そうすると、でもホストは何をしに行ってるかというと、親がどういう人なのか、どういう家に住んでるのかをチェックしてる。つまりそのホストのお金、もう女性を物としか見てないんで、商品としか見てないんで、そこからどういうふうにお金を取っていくかっていうことを全部見に行く。でね、それはじゃあそんな一人一人のホストがそんなこと考えてるのかって言ったら、それはね、グループ内でみんなで、ね、研修してるんです。そういう私たちノートも入手してますけどね、みんな勉強会をしてるんです、はい、で、最初のじゃあきっかけ、なんでじゃあ最初にそのホスト行くのかっていうのは、一番多い例は今マッチングアプリです。マッチングアプリで知り合った男性がたまたまホスト、このたまたまっていうのがたまたまなんですよ、カッコつきなんですよ、はい、つまりいっぱいいるんですね。で、まあ、さっき言ったそのコロナのこともそうなんですけど、
やっぱりコロナ時代っていわゆる二十歳前後の大学生とか新社会人って会社にも行かない、大学にも行かない、友達にも会えない、実家にも帰れない。そうするとやっぱ全部スマホの中で完結しちゃうんですよね。 でやっぱりそれはね、やっぱ年ですから、年頃ですから、こうね、異性もね会いたくなるだろうと思うし、見つけたくもなるだろう。そこでやっぱりマッチングアプリっていうものを使って、それで男性に会いに行って、で会いに行って最初1回目2回目はデートするんですよ、普通に。で2回目あたりのデート終わったら、いや実は僕ホストなんだと、でアルバイトでホストやってるからちょっと応援してくれって言って、それで行くんですよ。そういうきっかけが1つで、2つ目はまあ街でね、あ、こういう繁華街とか歓楽が歩いてると声かけられます。行かないっつって言うんですよ。で、3つ目、キャンパス内に行くんです。キャンパスで、やっぱりそう友達で、友達になったら、まあ友達になった、まあ、同性の女性とかが、まあたまたまホストに通ってたから、一緒に行こうって言って行くきっかけ。まあ、そういうケースが多いですね。それでだん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 もう行っちゃえばもう向こうはプロなんで、それではめちゃっていくんですね。で話戻すと、それで親御さんのとこに会いに行って、でそれで大体その後はもう押したり引いたりです。お金を取るために気持ちを、女性の気持ちを押したり引いたりしていくんですね。だから本当これはね DV と同じ手法なんですよ。ある時は突き放すけども、ある時は抱きしめる。その方法でどん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 、だから聖母連にも本当あの夜行バス乗って地方からあの相談に来る親御さんはたくさんいます。やっぱ娘が上京してどうもホストにはまって、で親からいくらいくら、いつも毎月いくらいくら振り込んでくれとか、あとはやっぱりそのこんな娘じゃなかったっていう親御さんが多いんですけど、やっぱり例えばその首都圏内に住んでる娘さんとかだと、やっぱりその親がいない間にタンス預金とかね、そういうものをどんどん持っていっちゃうとか、あるご家族は、お父さんとお母さんの婚約指輪を全部質に入れたりとかね、バッグを全部売っちゃって、それを全部ホストにぶっ込んでいくんですね。まあ、そういう例もあります。でそのホストの押したり引いたりで、その次にですね、次大体ホストは女性をまず一番最初に簡単なのはやっぱサラ金を借りさすことが一番簡単なんですね。だから女性にまずサラ金をやっぱそう、こう周りくどく言うんですけどね、直接は言わないですよ。だからよくニュースになってるのも ATM 連れて行ったとか、サラ金強制したとかニュースになってると思うんですけど、それでホスト捕まってると思うんですけど、つまりああいうことはもう常套手段で、みんなあれをやられる。まずサラ金に行けるっていう、それにいっぱい借りてくる。で日本のシステムとして20代前後、つまり一昨年の民法改正で18から成人になったので、つまり契約ができちゃうんですよね、18年で。それによって日を置くといろんないわゆるサラ金からつまめないので、1日で全部やらされるんですよ。で5社から20万積んだら100万作れるんで、日本の消費者のシステムおかしいと思いますけど、そういうのを100万掴んできて、月末にこう売りかけを払う。で、そうすると、サラ金つまむと、もうどっかでいわゆるブラックになるわけですね。もうどこからも借りられなくなる。そうすると、でもそこでまたホストも飲ませたりするんで、そうすると売りかけがどんどん増えていく。その時に、しんどいのと。じゃあ僕ね、知ってる友達いるから仕事紹介してあげるよって言って、このスカウトとかを紹介するわけですね。そうするとスカウトももちろんいわゆるキャバクラであったりとか、そういうスナックとか、まあ、それを紹介する案件もあるんですけど、まあ、大体およそが性風俗で、性風俗でもやっぱりそのいわゆる性的サービスのそのいわゆる多い少ないがありますんで、まあ、最初少ない方から紹介していくわけですね。で最終的にはソープランですよ。そういう案件があるということですね。で
それで絞れるだけ絞り取って、そうすると女性ってやっぱり聞いたことあるんですけど、当事者の人やっぱね1回目だけなんですよ。1回目だけ我慢すればあとは平気になっちゃうんですよ。で第三者から見ればね、惚れた女性が、惚れた女性にお前風俗行け、おかしなことじゃないですか。結婚しようってさっき言ってる、結婚しようって言ってる女性に風俗行かせるっておかしいじゃないですか。でも当事者の女性たちはそれがやっぱりそこまで考えられなくなってる。でこれって完全にもうマインドコントロールされてるんですね。でそれって一部じゃないので、でも現場、私ずっと現場で相談乗ってますけど、現場感覚で言えばみんなそうですね。みんなこのスキームの中に乗っちゃってる。だから実家暮らししてる女性とかは親御さんどこで気づくかっていうと、やっぱり自分の娘の生活サイクルが完全に夜になるんですよ。で夜にキャリーバッグ持ってね出てくるんですよ。でキャリー持つってことは今、大体この国内の性風俗に着くとみんな今出稼ぎって言ってキャリーバッグも全国回るんですよ。で首都圏とか、東京とかはそうなんですけど、いわゆるこういう言い方正しくないかもしれませんけど、供給過多がいっぱいいるんですよ、働く子は。だからみんな地方に行くんです。で地方に行ってそれで稼いで月末だけ歌舞伎町のホテルに泊まってホストに行くんです。でそれでまた飲みに行くじゃないですか。でまた売りかけこさえてまた地方に行くんですよ。もうその繰り返しです。その状態が普通です。で、こういうスカウトとかにかますと、そういういわゆるデリバリーヘルスとか、性的サービスが薄い方だとメンズエステとか、それからソープランドとかあるんですけども、あとはさっき言ったように私たちの事務所の目の前のある大久保公園で土壌売春をするという選択をする子もいるんですよ。その路上買収する、なんで路上買収するのっていうと、男が選べるって言うんですよ。つまりお店で働くと男は選べない。ただ路上買収すると一応顔は分かるんで自分で選べるって言うんですよ。僕その基準も危ないと思いますけど、で路上売春を買いに来てる男たちっていうのは、いわゆるお店でできないことをしたいから路上に来てるんですよ。だから僕らの相談者の中でも殴られてる子もいるし、あとその大久保公園ぐるぐる回ってる車もあるんですよ。本当都ナンバーじゃないですよ、他県ですよ。他県の車ぐる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 回って車で買いに来て無理やり乗せてるケースもありますし、ボコボコに殴られてる相談者もいました、そういうのが大久保公園ではもう日常的なようにある。で、その警察も回るんですけれども、情報が漏れてるんでしょうね。その時は散りますね。で数時間ぐらい回りますけど、それが終わったらみんな戻ってきますし、で以前は、昨年から年始ぐらいまではいわゆる大久保病院側がすごかったんですけど、今あそこそ柵つけたんですね。で柵つけたので全部いわゆるその路上売春している女性たちが今私たちの駆け込み寺とか聖母蓮の事務所の目の前に来たんです、あそこにもう等間隔でもう朝からいますね。ぜひ現場見に来てほしいですね。朝からいます。で営業のサラリーマンでしょうかね、そういう人たちが買いに来たりもしてますね。でじゃあなんでその例えば田中さんすぐ注意しないんですかっていうのは、声かけはしてるし顔もよくわかってるんですけど、その彼女たちが本当に助けてほしい時に駆け込めるようにしてるんです。ダメだよって言っても絶対違うところでやるし、
だから私たちもその例えばトイレ貸してって言ったら貸すし、お水飲みたいって言ったら水飲みたい、お腹空いたって言ったらなんか貸し食べさせますし、充電してあって言ったら充電するんですけども、だから本当に やばい時、助けてほしい時に駆け込めるような体制を取っておくのが一つの今のやり方かなと思って、そういうスタンスを取ってます。でもう一つのケース、今当事者の相談も増えつつあるんですよ。こんだけその性暴力の活動でいろいろその悪質問題がクローズアップされて、メディアにも出て、そうするとやっぱり当事者の人たちもあれなんかおかしいに違うかなって相談が増えてきてるんですけど、大体その相談者、来る当事者の相談者っていうのは海外買収に行ったケースがほとんどです。つまりその国内のケースが終わると、国内の買収斡旋が終わると次は海外です。だから当事者の相談者でほとんどは海外買収を経験させられてます。でどういうご存知かもしれないですけど、今例えばUS、アメリカとかだと一人の日本人の女性が入りづらいんですよ。入れないですよ、ほとんど。いわゆる入国審査で跳ねられて強制送還のケースが相次いでいます、はい、それは何でかっていうと、海外の人たちは日本人女性で一人に来たら売春しに来たっていう認識なんです。だから本当に観光で入国しようとしたんだけども入れなかったっていう女性もいるはずです。ニュースになってましたけど、だから海外は 今海外の人たちは特にその入管の人たちは日本人の一人で来た女性は売春だって認識してます。世界的にはそうなってます。で私たちの相談の中で多い国っていうのはもちろん東南アジア、それから、オーストラリアが多いです。だからそういうのをいわゆるその観光ビザとか語学ビザで行って、でそこで働く。でもそんな 誰でも働けるわけじゃないですよ。やっぱりその下にいるこのスカウトたちが紹介しない限り働けないです。でつまりこうそういう紹介ができるっていうことは、もう一つこの下のこういう反社の人たちが構わないとできないですよ。で海外はこれもいい適切な表現じゃないかもしれないですけど、すごい日本人の女性たちが受ける、はい、受けてますね。オーストラリアでは銀座っていう店がありますから、そこはソープランドです。で、あとマカオ行ったケースもあるんですけど、マカオの場合はホテルにいわゆる紹介されるホテルに泊まるんです。で、その地下がいわゆるそういう生産業の施設なんですね。そこで働いた女性もいます。でやっぱりその、まあ、これは経済なんですけども、いわゆる、まあ、円安なので向こうのが稼げる。ただ本当何百万で稼げるんですよ。1ヶ月200万300万稼いで帰ってくるんですけど、ただその稼いだお金をそのまま持ってこれないですよね。飛行機乗れないじゃないですか。送金するんですけど、まあ、その送金のシステムもやっぱり表の社会じゃ流せないんですよね。いわゆるアングラしかないんで、そうするとやっぱりこういう人たちが関わらない限り流せないんですよ。でそれの実態っていうか、その証拠もね僕ら持ってますんで。ただじゃやっぱり、ね、その当事者は相談来てる人たちはもちろんそれはね、もちろんその司法の場とかに持っていけるんですけど、例えばお母さんは気づいてるんだけど当事者はまだ言ってるんですよ。そういう場合やっぱりなかなか被害届とか告訴とかができない状況なんで、まあ、これはその売買法の僕欠点でもあると思ってるんですけど、この場合女性も捕まるんですよ。いろんな問題がある。だそういう問題が非常に今出てきて、でそれはこのホストにはまることによってそういうことになっている。でちょっと戻りますけど、ホストっていうのは全員個人事業主なんですよ。ホストクラブに雇用されてるわけじゃないですよ。
だから女性がもし支払いできなかったらホストが肩代わりしてお店に払わないといけないというシステムなんですよ。だから痛くも痒くもないのはホストオーナーたちなんですね。で今、まあ、その歌舞伎町をご存知だと思うんですけど、ここで歌舞伎町のオーナーと新宿区長が記者会見してたじゃないですか、業界団体で。売りかけを4月1日からゼロにするって言って、まあ、あれ最初性暴力も入ってたんですよ。でもいつの間にか僕はのことか外されたんですけど、それについて今日ちょっと今記者会見してるんですよ、事務所で。本当に守れるのかっていうこととか、今僕が喋ってるようなケースが出てるということ。一応その歌舞伎町の区の歌舞伎町のホストクラブは売りかけゼロって言ってるだけなんで、別に中野区のホストクラブは関係ないですよ。ただ自分たちの自主規制だけなんで、本当に守れるのかっていうことを追求してる。凄まじい状況なんですよ。で本当に女性と中も食い物にしてるし、絞れるとだけ取る。でさっき言ったようにその当事者の相談が増えてきてるんですけど、もう彼女たちはやっぱりボロボロですよ。体も心もボロボロです。その特にそのホストにハマってから風俗に行ったっていう人たちの場合は、結局ホストアホやったなって気づいて、通ったのアホやったなって気づいて、まあ、もう一回戻りたいとなった時に昼の仕事にみんな戻れないです。いわゆるコツコツ稼ぐことができなくなってるんですよね。だから結局やっぱもうコストにいっぱい突っ込んでるから、借金もある、ね、カードもいっぱい借りてる、サラ金もいっぱい借りてる、それ返すにはどうしたらいいか、結局やっぱ自分が経験した性風俗産業に戻るしかないっていうパターンが多いですね。本当ボロボロになるだけです、はい。で、まあ性暴力、ゲンとも僕もよくその性風俗産業、ゲンはむちゃくちゃ詳しいですから、その辺の話もいつかお話できればなと思うんですけど、性風俗、日本の性風俗産業も問題しかないじゃないですか。だってソープランドって完全に管理買収じゃないですか。でも風営法とかいろんなことで逃げ道によって、ああいうふうにいわゆる表向きはお風呂に入って、あとは自由恋愛みたいな。だから皆さんのこの会でも、もうそういうことを何ですか、ぜひ追求してほしいですよね、さんなんですけど。でそのデリバリーヘルスにしても、まあ、いわゆるその本番がないという形で取ってますけども、もう歌舞伎町の中で僕らはこういうふうに活動していれば、まあ、そんなことはもう嘘800は分かってるんですよね。で特にやっぱりそのお金に対しても非認度を下げれば下げるほどお金をもらえる。これ路上買収もそうです。非認度を下げれば下げるほどお金もらえる状況なんで、ちょっとでも稼ごうと女性たちが思えば非認度を下げていく。そうするとどうなるかっていうと、性病は蔓延する。今皆さんもご存知です、梅毒すごい流行ってるんですね、はい。で僕らのアウトリーチしているよく喋る子もまた梅毒まあ、そういう状況がありますね。で、まあ、この性暴力の活動としてましては、やっぱりそのもちろんこのメディアに応えていくことも大事だと思ってまして、やっぱね、国内のメディアは、もちろん積極的にこの問題に対して意識が高い記者さんもいるんですけど、どちらかというと海外が非常に重要視してますね。海外のメディアの人たちはこれ人身売買だと思ってます、はい、完全に人身売買と認識してます、はい。なので4月1日ですね、CNN に性暴力の活動が紹介されますので、ぜひ見てほしいんですけども、
あと、まあ、これはもう今日今記者会見で言ってるんで言っていいんですけど、アメリカはさっき言ったように、そのアメリカ入るときにすごい一人の女性って入国できないんですけど、あのアメリカの大使館の方からもあのパートナーシップしてほしいっていう要請が来てます、性暴力に。はい、やっぱりこの問題についてちゃんと国際的にしていきたいっていう、そういう話があるので、まあ、そういう活動もちょっとしっかりしていかないと、皆さんご存知だと思うんですけど、90年代前後ですか、ジャパニーズさんっていう話がね、よくその東南アジアの女性たちが日本に稼ぎに来ている。で、戦前は唐雪さんっていうのがありましたね。いわゆる日本人女性がいわゆる稼ぐために海外に行って買収していたと。つまり、ね、もう戦前に戻ってるんですよね。完全に唐雪さん状態ですよ。でそこに税源がいてね、僕らあの現代の税源ホストやと思ってるんで、税源がいてでそれどん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 手配して海外に行ってる。だから本当戦前に戻ってるんですよ。だからこのホストっていうことにハマることによって、そういうふうに性風俗産業に従事していく人たちがいっぱいいると。もちろんこのホスト産業の構図自体も追求したいんですけども、もちろんこれもすごい悪質だと思います。ただそれによって女性を商品化して、それを商品化することによって性と金をねどん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 搾取していくっていう状況は、もうこれは売春産業追求していかないといけないと思うし、それはあと、まあ、その法律的な問題で言えば風営法にしても、それから売春防止法、売買法にしてもですね、もっともっと何かこう変えていくことができるんじゃないかっていうふうには思ってます、はい、あとはもう何か何も質問とかあればお答えできればと思います。はい、ありがとうございました。はい、一件コメントが